はい、みやたんです。お疲れ様です。今ちょっと病院行ってきたんですけど、なんとね、僕ね、顎がね、やっぱりあかんらしくて、顎関節症、何やったかな、ちょっと名前ちょっと見らんとわからないけど、顎関節症みたいな感じで、顎がなんかやっぱあかんらしくて、でその現代人ってなんか顎が細くなってる人が多くて、昔の人に比べたら、でまあ僕の場合は上顎が結構こうガッて出てて、下の歯がこうなってて、でこうなってて、で奥で結構入り組んでるらしいんですよ。でそれで奥で結構噛んでて、どっちかというと右で噛んでることが多いんで、でまあ右が結局痛くなったんですけど、で僕の場合結構厄介な顎関節症だと言われました。まあそのこの噛み合わせの部分が結構奥に、下顎がへこんでてこうなってて、さらに奥ここで噛んでるので、でこれをすることによって、なんかそのここの中の筋肉の加減、筋肉バランスがちょっとおかしいみたいな感じで、これちょっと時間がかかるって言われました。なんでね、またね、まあ予約表を取って、まあ、再来週ぐらいやったかな、また月曜日にね、また病院に通わないといけないっていうことになりました。でとりあえず今は痛み止め飲んでるんで大丈夫なんですけど、まあ痛みとしては日に日になんか痛みを増してくる、ちょっとコーヒー飲ませてください。日に日に痛みが増してくる感じで、まあ口思いっきり開けたら痛ってなるんですよ。ちょっとピリピリって電気が走るっていうか、で普通にしてたらなんかちょっとなんか虫歯なんかなぐらいのなんかズキズキってする感じなんですけど、まあ、痛み止め飲んだらね、全然ね、全然ってことでもないけど、もうほぼ痛くない、うん、っていう、まあそんな現状です。はいですね。でそうですね、それとね、一個学んだのが、まあ、学んだっていうか当たり前なんですけど、これ余談なんですけど、病院に行くときはね、皆さんね、この僕結構あのアクセサリー、普段今日は耳つけてないですけど、ちょっとピアス全部落としてないんですけど、ピアスはつけてなかったんですけど、僕結構アクセサリーが好きで、今も結構ジャラジャラつけてると思うんですけど、あの全部ね、あのレントゲンとか撮るとき全部撮らなあかんすよ、うん、金属系ね、しまった、失敗したみたいなね、レントゲン撮るんかみたいなね、うん、勢いだったんです。まあ一応ね、今日の動画ですね、みやたん病院に行くって言ってね、虫歯だったっていうことなんですけど、それは実は虫歯とか歯が痛いではなくて、顎関節症みたいな病気だそうです。でまあちょっと僕の場合は普通のパターンの人と違って、まあ顎と筋肉の、まあ、そのバランスですかね、うん、まあ人によってちょっと違うらしいんですけど、僕らはちょっと時間がかかるらしいんですよ、完治に。はい、っていうことでした。はい、まあ僕自身はね、元気なんで全然大丈夫なんですけどね。はい、ということでお疲れ様でした。今日の動画この辺で終わりたいと思います。うん、めっちゃいい天気です。今ここはね、あの泉南のね、イオンにいてます。はい、あ、じゃあ、あんま、あ、そうや、あんま手叩いたらまたマネージャーに手叩きすぎって言われるわ。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。また明日の動画でお会いしましょう。宮田でした。さよなら。